こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回はフォローとチャレスタですね。結果発表が来ているのでミッキーを皆さんで見ていきましょうということで、早速結果発表です。で、なんとか僕は500位以内には入れました。で、ミッキーが固有が解放できるのかな。多分固有が多分プラソンだよねだとは思うので、まあ固有解放まではいってるはずですね。とで、これ獲得して、で、まあ PSR のテーブルが今んとこ分かってはないんですが、はい、内容見ていきましょう。で、ミートの上限、敏捷ボナが45で、固有でも一応敏捷ボナがあるよという形のようですね。とで、イベントが前か後か分かりませんが、ひとまずはこういうテーブル。まあ、試合経験点は残念ながらなかったですね。やる気効果のテーブルに敏捷ボナが生えてるということで、まあ、タックはまあ、そんなに弱くはないのかな。やる気効果すごいね。これ150かな、多分。そしたら。という感じになってるようです。まあ、これを見る限りは、50のテーブルはスペシャルタックが、まあ、60% とかついててもおかしくない感じのテーブルだと思われます。で、盗塁、走塁、ヘッドスライディング。で、走力だけが高い値になっているので、まあ、シラスとかではかなり使えそうな感じかなというふうに思います。あと面白そうなのがマントルで、まあ、守備固めとかをやってみるのも面白そうなので、ちょっとこの機会にね、ミッキー使ってみました回もやりたいなというふうに思っております。で、まあ、一回解放しちゃっていいよね。まあ、使うかな。まあ、一回解放するか。これで、固有が解放されたのかな。これで、固有35だったわ。ミートの上限が解放されたの。ミートの上限まで解放されましたと。で、敏捷ボナーこれ8つくとだいぶ違うと思うので、まあ、これは、必要であれば、SR の大丈夫博士像。もしくは、PR いるのかな。あ、PR はいないっぽいですね。なので、まあ、SR の大丈夫博士像、必要であれば使っていくような感じになるのかなというふうに思ってます。で、ここからが、タイトルホルダーですね、と。あれ、タイトルホルダーって今日からじゃないのか。あ、今日からじゃなかったようです。じゃあ、ミッキーの話をずっとしていればいいですね。で、ミッキーなんですが、まあ、今は僕が考えている、デッキに関して、ではですね、ちょっとミッキーの前後がマジでわからんが、レアリティと得意練習、走塁、そう、守備メンタルか、守備メンタルで、佐伯で鈴木で、ミッキーと、まあ、こんな感じの守備固めとかが面白いんじゃないかなというのを、この前別の飲み会で、パワプロの飲み会で喋ってました。で、まあ、確かにこれ面白そうやなっていうのと、まあ、黒絵が50になると精神ボナーがいきなり入るんでね。技術ボナーかな？精神ボナーだったと思うけど。あ、そうですね。精神ボナーがいきなり入るので、まあ、これならかなりこう戦えそうな感じになるのかなと。ミート、守備、補給か。で、異常限も一人連れてくれば4条件も組めるので、まあ、モネとかでいいのかなこの場合は。まあ、モネとか入れたりとか、あとは、ま、別の形も組めたりすると思うので、先駆けを抜いてね。なので、そんなのがま、面白いかなというふうに思っております。で、あとは、ま、エビルとかか。まあ、エビルとかだと役割か。何になるんでしょうね。役割。エビル高校。で、あ、ガードですね。ガードなんだ。ガードってこれ入るのかな？これで、ミッキーでしょ。で、これ？これ、いけるかな？まあ、こういうことなのかな？あ、じゃあ、後イベなんですかね。後イベだったら、まあ、これで、一応やれるかなっていうところはありますね。まあ、筋力は、まあ、いらないのかな？どうなんだろう？難しいですね。まあ、得意練習1個ぐらいは取り去ってしまってもいいし、ガード3枚積んだら筋力はそこそこ入ると思うんですけど、まあ、どうなんでしょうね。こういう形なのかな。ちょっとこれは、
まあ、今回天才がね、また燃やせるので、まあ、確定で来るので、ちょっとミッキー使うかどうか、今のところわかんないんですけど、まあ、こういう形が組めるかなと。ただこれだと打撃と走塁と守備が2重ねになるので、結構タックフィニッシュ自体はしやすいのかなーなんていうふうには思いますね。あとは、まあ、美書店がきついのは、ま、間違いないので、レイリー、そして、そうちゃん、この辺の意識は高めに持っておきたいなっていうのと、技術もですよね。テルモリーが絡まないとなかなか、こう、タックで経験点を取っていけないという形にはなるので、まあ、かなりこう、気を使うところは多そうだなというふうに思います。まあ、マントルの方が面白いのかな？なんかこういう形のマントルの方が面白そうかなというふうには思ってます。まあパワー上限は多分月に行かないとして、まあモネだろうな。な、形的には、こういう感じ？前で前べ、まあ前べかといべかミッキーわかんないんで、今ちょっと組みようがないと言われたら組みようがないんですが、まあ、どっちに転んだとしても、まあ、こうか。これで4枚か。まあ、こうですね。まあ、なので、後イベだと嬉しいかな。ただ今、エビルの方を見た感じ、後イベだとは思うので、ミッキーって後イベだよ、タイマー多分。ミッキー、後イベ。あ、そうですね。やっぱり、後イベっぽいですね。なので、まあ、ミッキー後イベって想定すると、まあ、こういう形が組めるのかなというふうには思います。あとは、まあ、総一郎で、筋力のメダルか、をもらいつつ、まあ、前に進んでいく形にはなると思います。タックの守備の爆発、まあ、こう、取れる経験とか相当増えるので、まあ、ここをガツガツ掘りながら、まあ、マントルも割かしありなのかなと。いうふうには思います。まあ、筋力だけですよね。とにかく、ここでしんどそうなのは。まあ、それ以外は多分取っていけると思うので、パワーの上限はないにせよ、他は5上限詰めて、で、筋徳もたくさん取れるし、技術、精神、敏捷は、この守備、ダイナマイトを踏み続ければ何の問題もないと思うので、まあ、こういうのもかなり面白そうかな、というふうには思っております。で、チャレスタの話したいな。チャレスタの話する気満々で来たんだけどな。タイトルホルダーか。で、これが多分明日からになるのかな。で、僕自身はもう作れてないです。この、シラスで作った PG の選手ですね。もうこれで行こうかなというふうに思ってます。なかなかこう最近忙しくて、こう特攻まで手が回らないというところで、まあ、そんなのをやれればいいのかなと。多分、まあ、その、鈴木と、あとは、もう一人の、テルモリの、守備8ダウンとかにするともう恐ろしいことにはなるのか、その、なんか、この、守備のマイナス4が、こう、重なるのかわかんないんですけど、まあ、そういったことを考えるよりは、まあ、もう、いいのかな、あれでっていう感じで組んでます。で、あとは、そうですね、天才のサクセスですよね。これを、まあ、ミッキーリーでいきなりやるのか、5上限でやるのか、かなり悩ましいところかなというふうに思っています。で、まあ、ミッキーがせっかく入ってきて、まあ、バランスも取れるデッキ、まあ、エビルで取れそうなデッキが一応こういう感じで組めているので、まあ、これもなしではないかなというふうには思います。ただ、ま、これの問題としては、コツ関係がかなり悪いかなと。まあ、チャンスだったり、パワーヒッター、広角打法、アベレージヒッター、まあ、その辺のもろもろ。がかなり取りにくい形にはなっていると思います。なので思い切ってシラスとかでも面白いのかなーなんて思ってます。まあシラスだったらね、これ逆に、まあ、筋力もそんなに心配ないですし、まあいいのかな。それでシラス6上限、いやーデートがね、まあ本当にもったいないですよね、シラスベースで考えると。なんで、まあ、かなり悩ましいところではありますが、皆様はどうされる予定でしょうか。まあ、僕の方はエビルかシラスだとは思うんですけどね、ちょっとこれでマントルやろうとは思ってないので、まあ、マントルだと外す可能性高いんでね、ダイナマイト来ない、購買部来ない、石来ないだともう、すぐそう、もう悲惨なことになるので、まあでもマントルやっても面白いのかな。ちょっとわかんないですね。その辺は皆さんからぜひぜひご意見いただければ嬉しく思います。まあ、僕の方はおそらく、シラスかエビルを、まあ、この後ちょっと検討してやれたらいいかな、というふうに思っております。あとはガチャ更新とかないよね。
で、まあ、テルモリを、こう、将来のことを考えておくと、ちょっとこう、レベル上げときたいなっていうのもあるので、もしかしたら追いガチャするかもしれません。まあ、今のところはあんまり考えてないですって話と、あとは、まあ、今日の夜ぐらいに、サブアカの方も交えながら、かな。まあ、今、こう、無課金、美課金の方、僕、ちょっと、ステイしましょうっていう、こう、ツイートとか、YouTube でコメント流したので、まあ、その辺について、雑談する動画も出せたらいいかなという感じで考えております。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。